名古屋ドルフィンズアリーナから大相撲名古屋場所2日目お届けしています。本日も残すところあとわずか、クライマックスに向けて完全生中継でお送りしています。放送席には元小結旭道山さんをお迎えしてお届けしています。ご覧の愛知県体育館、ご覧の満員御礼の垂れ幕も下がっています。いやびっちり入ってますね。またこれはね、今日は涼しいかもしれないですけど、はい、ここ暑いんですよ。です、ね、クーラー効かないしで反面下首はガンガンクーラー効いてますから、風邪ひくぐらい効くんですよさあそして西方から登場がついに三役新小結となりました。阿炎、昨日は横綱白鵬に敗れましたが、場所前のインタビューここで紹介します。すごいいいと思うので、自己評価、まあ、もうちょっと勝てたんじゃないかなって思うところもあったし、その負けた時にいい相撲だったんで、だから10点満点中でいったら、まあ、4点とか5点ぐらい、いややっぱ勝てる相撲、勝てそうな相撲も落としてるし、自分がいけないし、まだ向かっていけるじゃないかなと思うんで、点数は低いです。先場所10勝5敗で敢闘賞を取ったんですが、このコメントでした。10点満点 4か5 まあ場所前ちょっと稽古場見に行かせてしまったんですけど、師匠とね、まあ、阿炎さんとこの2人で話したんですけど、はい、稽古しろってまず親方が稽古しろって俺の言うこと聞けって聞かないらしいんですよいやーとか言ってすぐ否定入るから、お前なんで聞かないんだってお前は右ばっかり使って左使ってないじゃないか、ああそう、左使えば本当に番付が一つも二つも言えない、それを指さして番付を言って大関のこの上を上がるって言うんですよ、うん、だからそのぐらいな、いやポテンシャルは持ってるんだけど、はい、本人がそのポテンシャルを引き出してないっていう、ね、師匠がね、辛口なコメントしてました、まあ、全勝なくなったけど昨日敗れて優勝ありますからって、これひょっとするとこのアベマ TV のランキングで分かりやすく阿炎がどこにいるか、これから楽しみですね、はい、ですね。さあそして局さん、はい、一方の豪栄道が昨日朝乃山の前に、まあ、回ししっかり引く場面もあったんですが敗れました。敗れましたね。この方安定して、ね、それなりに強いんですけど、それ以上っていうものがも、ね、うん、もっと弾けてほしいんですけど、はい、実力あるんですよ、うん、あるんだけどやっぱりなんかこう、うんっていう動きがまだの、ね、うん、ちょっと難しいのかなって、うん、まあ、先場所も14日目朝乃山に豪栄道を敗れて、その日、まあ、優勝が朝乃山決まったんですね、はい、その意味で絶対負けたくないという気持ちは強かったはずですが、昨日も敗れました。さあそして人気は阿炎です。まあ、言ってみればビッグマウスの騎手みたいな人ではありますがでもまあ、ね、子供で言っても有言実行でやっていくっていうものがありますから、はい、でも師匠はね、うん、まず俺に言うこと聞いてちゃんとやれって、いやそれはって言その言葉入れるかけするんですか。そうです、目の前でねお前ちゃんと親方言うこと聞いた方がいいよって言ったら、いやそれはって言うすごいな、しこらな親方にいわゆる口答えするというか物申すというものがありますから、すごいですね、まあ、本当恐るべし、まあ、平成30年初場所の新入幕から10場所目でこれ新小結となったそのビッグマウス阿炎です。いや本当に期待してました、うん、まあ、この方はね一皮二皮三皮を向けた時にすごいものが持っている。小山さんも可愛いみたいですね、やっぱりもう自分のあだ名、阿炎をね、つけてるんですからぐらいですからね。さあ、この両者、実は今、豪栄道が3連勝中です、初顔合わせが去年の5月、その時、阿炎がもろ手で受け止めてから、叩き込んで勝っています。阿炎さんがこう突っ張ったところを豪栄道さんがいかに、ね、受け止めて、うん、それで惑わされず、はい、回しを取って頭をつけるかっていう世界ですね、うん、さあ時間です。昨日朝乃山に敗れた大関豪栄道、今日は阿炎の挑戦を受けます。さあもろ手、うっと、もろ手で受けながら左にずれて左から突き落としか。初日
阿炎敗れて2連敗、豪栄道勝って1勝1敗となりました。立ち合いこの足の位置などもちょっと見ながら解説をぜひお願いしたいと思います。はい、狙ってましたね。左にずれるのですか。左足を前に出して、はい、左にこう変わり気味じゃないけどこうですよ、ね、当たった感じでこうもうちゃんとこう左からいなしてますね。で阿部さんの場合はもう思いっきり突こうと思って右足を出して左が流れてますから、もう体が開いてますから、ちょうどいい感じでこう相手の左からパーンといなしてますから、やっぱり正面でつかないとこうずれ滑るというかずれる感じがある。もうちょっとずらしただけでもポッと落ちますんで、あの真正面じゃなくてだいたい15度角度を、相手が15度、まあ、ゴエドさんが15度入って阿部さんが15度こう落ちるとそのパンと落ちるんですよ。ただいまの決まり手は上手出し投げ回し引いていたようです。上手出し投げで防衛道の勝ち。じゃあこう月の入射角みたいなと難度みたいなので、阿部さんの場合はもうまっすぐね、まっすぐですけどちょっと15度パンと体開いていましたので、左変わりながら回しを引いていたようです。防衛道1勝1敗となりました。阿炎は2連敗。さあ続いての取組は栃ノ心そして正代。